はい、お待たせ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ちょっとわちゃわちゃしてるから、ちょっと待って、めっちゃわちゃわちゃしてるから、今、手元が。よし、じゃあ、やっていこう。ロマンシングサガ。今日も2時間から3時間ばかし、ロマサガしようよ。で、前回もういいな、前回も終わり際にこれ見たな、なんか冒険記前回も終わり際に見たからもういいな。とりあえず前回がもうメンバーを見てもらえば分かる通り、ロビンをまず仲間にして、ヒョウコの主を倒して、あと何したっけ、ロビン仲間にしてヒョウコの主倒して、あれだ、野党の巣窟を叩いたんだわ。そうだそうだ。で、今日はゴンさん救出から行こうよ、魔王伝。で、ゴンさん救出するのに、ゴンさん救出するのにシャールに会いに行ったけど、ダメなんだ、シャールには会えないんだわ。先にあれだ、あいつだ、トーマスに会わなきゃダメだったんだ。それはゴンさんとこ行けないわ。で、ちょっと待ってて、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっとややこしいな、これも。ちょっと待ってよ、なんかややこしいというか、メールがややこしいというか、なんだろう、俺は悪くない的な。三国総決戦買ったけど入金忘れ、俺は悪くない的な。いや、ふざけんなよっていう。何人かに返してるけど、DM 来なかったじゃないか。違うだろうがよ、俺何遍も、何、年末から、年末というかクリスマス前ぐらいから何度もツイッター上に連絡よこせって、ちょっとひどいきつい言い方になるけど、何度も何度もってわけじゃないけど、もう3回4回は言ったよ俺、連絡くださいと、一言でいいんで連絡くれと。昨日も一昨日も見てなかったとか、知らなかった、見てなかったわ、通じないよって言っ
た上で見てない。いやいやと、うん、いやいやってなるよそりゃ。とりあえずよ。なんだろうな。なんだろうな、このモヤモヤ。なんかこう欲しい、持ってないんで欲しいで通すなよと。持ってないで欲しい、持ってないからちょっと次も買いたいじゃねえだろうと。なんだね君たちは。ほう、トーマス様の知り合いかね。トーマス様は一番左の部屋にいらっしゃるよ。ここにサラがいるんだよ。サラー、俺はおじい様に頼まれた用事を済ませないといけないんだ。ハリーダー、街を見て回ったらどうだ。でトーマスを追いかけると、違う、ここじゃない、こっちじゃない、下だわ。じゃあ壊れてるのか、クソ開かない。あれ、あれここだよな。あれどうすんだっけ。あれどうするんだっけ、マジで。トーマスさんはあいにく留守だ。一回入るんだっけ、どっか。そうだそうだ、こうだ、こうやるんだ。入ってからの追いかける追尾だ、ストーキングだ。なんだね君は。ハリード、なぜここへ。悪いが後をつけさせてもらったんだ。安心してください、シャールさん、私の仲間です。ミューズ様にロアーヌでの事件を話をしていたところだよ。
皆さんお入りになって久しぶりですわ。こんなにお客様がいらっしゃったのは。水様、ミッチが迷子になったんだ。どこにもいなくて、で、ゴンが魔王殿の方に探しに行ったんだ。魔王殿に。シャールすぐに追いかけて。はい、俺が行くぜ。シャールさんはここで待っていてくれ。ゴン君も戻ってくるかもしれない。頼む。ミッチ、ゴンはどうした？知らない。急ごう。ミッチ、魔王殿は盗賊やお尋ね者、モンスターの人化してるんだ。ミッチ、返事しろよ。かくれんぼは終わりだよ。その上、この頃新王教徒どもが魔王殿の隠し財宝を探し回ってる。わー、魔王殿のマップどうだったっけな。マジでゴンさん救出マラソンが始まるで、こっから。どうすんだっけ、ゴンさん。どっから降りるんだっけ。こっちか。もうマップ全然覚えてないや、これ。うわー、陣形もなんかもう。ケーブフリーファイトのままだし。ここでやっておくことも一気にやっておくのが、指輪王のイベントと、死の祈り、それだけはやっとこう。もう虎穴陣でいいな、これ。わあ。アラキスのしもべを倒してショートカットできるようにしとこうか。うわ、こんなマップだったっけ。全然覚えてないや。あの丸いのなんだ。あのマップだったっけ。全然マップ覚えてない。こいつか。なんか仕様が変わってるっぽい。これの噂がありました。3なんかスーパーファミコンの時は なんかまあスーパーファミコンの時でも術がなんか弱かったけど、リマスターになってさらに術がなんか弱体化してるっていうか、使い勝手があまり良くないらしい。そうなるとな、俺の一番好きな術師のヤンファンがな、ヤンファン完全にゴミカスだよ。もうめっちゃ変わってるっぽいよ。そもそもな、 UI がおかしい。
かもこれどうやって退却するの。あ、一番端に来てるんだ。 LR じゃないんだ。もうこれすら変わってるもんな。だってもうこの画面からよく考えたらなんかもうおかしいもんな。なんか安っぽいっていうか、スマホに合わせてるっていうか。まあこれもこういうロマサガ2リマスターの頃もこうだったけど、せめて UI はなんかそのハードに合わせてほしかった。ロマサガ RS のせいでタイミングがめちゃくちゃ嫌いになった。ヤンファンには頑張っ、ヤンファンなぜか見た目将軍なのに、鎧着た金の鎧着た将軍なのに腕力がめっちゃ弱いからな。腕力ゴミカスだからな。まあここじゃないし、もうマップも全然覚えてないし。嘘だろ、もうマジで全然マップ覚えてないよ魔王で。やり込んだとは言えないわな、やっぱこれな。わあ、いっぱい虫来た。でもヤンファンは好きだから最終パーティー連れていく。どんだけ弱くても連れていく。なんならもはや今のこのパーティーが結構最強パーティーに近いらしい。今回はエレンの対術の、エレンの対術にノーラはどうなんだろう。ノーラは大して強くないんか。ウォードが、ウォードの脳筋具合に、あとデブロビンが強いらしい。まずもう指輪をだけやっとこう。ここまで来たら、でもロビン以外全員リストラするよこれ。ひー、わあ、バリシュードラだよな。バリシュードラだよなこいつ。バリシュードラ、FF8 の時も言ったけど結構モンスター名覚えてるよ。そう、全然覚えてないかもしれない。やった、これ来たし。
ミダンと峰打ちか。こうやって覚えてないの。マタドールちょっと消したいな、石月と。よし、これでもうお金に困ることはない。指輪転がしをしよう。その前にショートカットルートも作る。しかも相手術だからもう全然なんかカウンターもできないし、ほらほらほら、ちょっと分が悪いなこれ。出ないのかな。固定的なんやろなこれ多分。ってことはここでカムシンさんがデミルンエコを覚えるまで頑張って、スクリュードライバーはこれ女特攻じゃないっけ。でも女性特攻だよなこれ。攻撃方法がえげつないな。ほうほう、エレンタコの振りやん。形が悪いなこれ。一回リセットだ。しかもこれソフトリセットもなくなってるからさ、 LR セレクトスタートの。
っぱり速度が問題か。しかも吸血ちょっときついなこれ。うわー倒しきれないしな。裏悪すぎるなこれ。次だろうちょっと。無理だろう。これ無理だ。コマンダーモードなら勝てるかもしれないけど、ちょっとやってみるかコマンダーモード。あ、ダメだ。全然 HP の、なんだろう、HP が耐えきれない。先制攻撃だ、ここはもう。あーもう壊滅だなこれ。無理だ、これ無理だ。コマンダーモードも無理だ。LP の高いウォーと縦にするか一回。もしかしたらもしかするし、そうかマジで。しかも一人フリーズバリアしてるもんなあいつ。
ここでロビンがうまいこと麻痺を解除すれば、毒になるしな、こういう時無理だな、これ。無理だ、諦めよう。そんなことよりゴンさん救出しに行こう。遊んでないで。これからだ。何か書いてある。死をたたえよ。死は幸いなり、いざ幸いの地へ。これをしておくことで、あとあとガラティアと戦うことができる。そもそもゴンさんどこだっけ。この上だっけ、ゴンさん。いや違うな、今の下か。ゴンさん下か。違う、ゴンさんどこ？マジで。わはははわー、来るんだ。やべ、マジでゴンさんどこか全然覚えてないわ。ここか、ここだ、ゴンさん。ここ、あれ違うな。あれ戻ってきた。どこだゴンさん、マジで。
ソワロタマもマジでゴンさん、ゴンさんの場所がわからないとか。こっちだっけ、これだっけ。そうだ、ここだ、ゴンさんここだわ。思い出した思い出した。ペーンじゃないこいつ、ペーンじゃねえのか、かまいたち。ペーンじゃねえ、ペーンは赤いやつだ。いたいたいた、ゴンさん、ミッチ、ミッチはいた。大丈夫、ミューズ様のところで待ってるよ。あー怖かったよ。よしよし、お前は立派だったぞゴン。めっちゃ迷子になった。こんな近くだったとは。階段降りた先じゃねえか、ただ。くっそー。指輪をやりに行くから迷子になっちゃったんだよ、あれ。助けることができた、かたじけない。全部怪我せん、もうマジで。これでまだミューズの指輪出てないよな、まだだよな、これ。ミューズ様はちょうど休みになられた。これ HP が250にならないとダメなんじゃなかったっけ、ミューズの指輪って。違ったっけ。預かり所に消えるんだ。ここだ、ここだ。そうだそうだ。あとすげえアイテム欄がめちゃくちゃ見にくいんだけど、こういうもんなのかな。違うよな。もっと見やすかったはずだけどな、これ。ドーラ外すから武道着いらないな、これ。どうする、メンバー的に。これまだメンバーチェンジしなくていいか、これ。
げえやりにくいんだけど、アイテム。じゃあストーマスさよならだ。じゃあ次どうしよう、どこ行こう。あ、指輪転がしだ、そうだ、指輪転がししよう。これもさ、スマホに合わせてやってるからさ、なんかすげえやりづらいんだよな。こうあの羽を動かすんじゃなくて、なんかもう完全に上下にしか行けないっていう、上下左右にしか。違う、ピドラから船乗るんだって。これもう本当に覚えてないわ。これどの順で行くのがいいんだっけ。全然覚えてない。どのルートが一番効率いいんだっけな、これ。本当に覚えてないよ、これ。とりあえず出せる町はどこ行って何が出るんだっけ、これ。ウィルミントンまだ行けないよな、これ。ウィルミントン行こう。ちょっとトロフィー1個取っとくか、今のうちに。誰か仲間にしてトロフィー取れるっていうのは、立ち上がだけ仲間にしてリセットすればいいね。そうだそうだ、目が合う時に止まるのがちょっと怖いな。わあしかもぶつかってこないっていう。捕まえた。なんだこの子は。ん？このぶつかってこないっていう。捕まえたって言ったでしょ。子供と遊んでる暇ないんだ。超高速になってる。逃げちゃダメよ、捕まえたんだから。うるさいな、友達と遊べよ。そんなのいない。でもな、俺は忙しいんだ。それじゃあついてく。しょうがないな。名前は？え、名前はね、ミルフィーユ。素性不明の女の子、ミルフィーユ。でも何気にタチアナ強いからな、腕力高いもんな。そうでもないか、今のメンバーから見ると。モーゼスが出るんだっけ。
ウィルミントン関係ないんか。ハルスがスタンレー出るんだって。船に行くんだってスタンレー。違うよな、全然覚えてない。グレートフィクションが出てる、妖精が。もうグレートフィクション出てる、ラッキー。これはついてる。さあさあ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お題はわずか15ラムだよ。これを見ずし人生は語れない。恋人たちの憩いの時にご家族の団らんに寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。入場料は10オーラムです。払う。おえぇ、うっ、このグロさ、うっ、全然見えないな。これソウルサッカーだよな、確か。これはすごい。おぉ、見てください、かわいいでしょ。生きてんのか。動かねえぞ。やめてやめて、喋ったぞ。すげえぜ。これこういうのなんだろう、日本でいう日本の 大道芸じゃないけど、そういうのなんだろうな、大いたちってやつなんだろうな。世界初、大イタチが見れるよって言って入ったら、大きい板に血がついてるっていうやつだ。そういう、なんだろうな、ネタ的なのを楽しむのがグレートフェイクショーだよ。サッカー戦術前に、はい、セーブもしとくか。いやいや、誰だ泣いているのは。見せ物小屋で聞いた鳴き声か。助けに行くか。助けよう。いやいや、人形が。あいつ妖怪液してくるから、まだここではカウンター系は使えないよな。あ、もう戦えないんか。わあ、失敗した。あれ、ソウルサッカーってそもそも逃げれたっけ、あいつ。うっ、グロいやつか。ソウルサッカー。
お結構食らうな吸血。むしろこれ BGM というかソウルサッカーの声なき、うわっ、ロビンか。わあ、もうスマッシュおじさん外しまくりだろ。っていうか今回外しまくりな、本当にすげえ外すんだけど。よし、いよいよ、無理か無理か。でもこれちょっといいかもしれんな。壁にしなく全員でもうタコ殴り作戦か。もうこういう時に全然壁になってないわ。ダメージソースが死ぬとか。もう意地でも回復はしないっていうこのスタンス。うわ、嘘だろ、ノーラ全然狙われないんだけど。ここに来て、ここに来てやっと狙われるっていう、この、ありえない、本当にありえない。今のはありえない、本当にありえない。なんでノーラ狙われんのこれ。よし、いいよいいよ、ちょっとでかいよ今のは。
まあまあでもスマッシュ外すよりは全然いいからな。わあ嘘だろマジで。よーし倒した。よーし、ありえないわ本当に今の。ノーラが全然狙われないっていう、このあれだろ、前列一人が盾となるっていうけど全然機能してないじゃんデザートランス。ここ何にもないよな確か。今のはちょっと本当にふざけるなよだったわ。何も言わずに行っちまったな。そう、寝なきゃいけないじゃねえか。よし、これで妖精を仲間にしてスペキュレーションを取りに行こう。人形スペキュレーション、どうやって出すんだっけ。シドランツバーリーの石の森、何が出てないじゃん。濡れてに泡だ、濡れてに泡の湯だ。ああ、繋がってるんだ。こいつに話せば攻防が一人増えるか。まず機械発だなこれ。パルチザン作るかここは。ここにもいなかったっけ一人。だからこれだよな。さっきの詩人を仲間にしてリセット。まああれよ、ロマサガの序盤なんてこんなもんよ。なんかあまりにフリーすぎて何すりゃいいかみたいな。一曲いかがですか。ちょっと古い歌。西洋魔王ゆかりの品々、七聖剣、氷の剣、栄光の杖、マスカレード、西洋の槍、妖精の弓、西洋の兜、銀の手、西洋ブーツ、王家の指輪、魔王の斧、魔王の盾、魔王の鎧。あなたを見てると新しい歌を作る意欲が湧いてきます。一緒に旅をさせてもらいますよ。でこれで詩人が仲間に勝ったからリセット。
次が企業だからもう一回船に乗って、ヴァンガードだ。前回ちょっと進めただけで、なんか必要最低限こうやってマップ出すことも一切やらなかったんだな、本当。ルーブさんちのほんとに小さな村がありますよ。それで小さな村が出てきて、蝶々じゃないわ、このヴァンガードの話を聞いて、私がヴァンガードのキャプテンである。あれ全然違うな。ヴァンガード発信もまだか。お、お盛んですね。ちょっと眺めるか。眺めるかっていうのもどうかと思うけど、これグレートアーチャー船でしか行けないんだって。もう全然本当覚えてない。どうすりゃいいの、どうすりゃいいのっていうか、どこ行くんだっけ。とりあえずやることやろう。マップ出ししよう、地図出ししよう。これグレートアーチが出るでしょ。で、グレートアーチからアーケー行くでしょ。でだよ。おお、グレートアーチ。波が綺麗になってるな。ブラックの財宝のありかを知りたくないか、100コーラも教えるで。知りたくないし、ここで聞いちゃダメなはずだよ。まだなんかこの BGM もロマサガ RS 仕様に変えてほしかったな。まあ無理か、それは無理か。別に妖精出すか。じゃあ妖精の村行くか。
わあ、そうだそうだ、なんかロマサガ 3.12 ではここでミンサガのイベントにあったなんだっけな、ニーサの村消失イベントがあるんだよ。でこっから煉獄に行けるんだよ確か。どうするんだっけ。蝶々追っていけばいいはずでしょ確か。え？あ、来た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 、こうだこうだ、ここだ。あれどう行くんだっけ。でもここじゃないな、そこに見えてるのにな。さっきの行き方で合ってるはずだけどな。うわ、戻された。うわ、どうやって行くんだっけ、あれ。はずだけどな。うわ、全然違う。どうするんだっけ。もううまいこと敵も追い詰めてくるな、こう。回避が下手すぎる。回避が下手どころか、やっぱりなんかレスポンスが悪いんだよ、これ。うわ、あそこに溜まりやがった、マジで。
ミス率ちょっと高くないかこれやっぱり。めちゃくちゃミスするんだけど。違う、果実要塞に来た。ちょっと待って。普通に果実要塞に来ちゃったよ。なんか当たりルート引いたし。違うよ、俺果実要塞行きたいんじゃないんだよ。妖精に会いに行きたいんだよ。もう引っかかるんだけど、もうこれたか、正解か、これか、このルートか。もう一つだけ文句ちょっと言うわ、これロマサガ3リメイマスター。もうな、ロマサガ違う、スマホ基準にするなよと。画面綺麗になったとかはいいけどさ、スマホ基準にするんならさ、せめて、いや、スマホ基準にするからこんななんかラグがすごいんで、ボタンを押した時の。壁に引っかかりまくりじゃんこれじゃ。綺麗なのがいいけどな、こう大画面で。ちょっとそういうところががっかりですねみたいな。やったー、着いたー、妖精の村。いや、もういいっす、もうその情報はいいです。とりあえず妖精のハーブを全部取って妖精を仲間にして。わからん、なんかみんな妖精かわいいかわいい言うけど、全然かわいさがわかんないんだけど。なんか動画とか見ててもなんかみんな言ってることが気持ち悪いんだけど。
脳性は強いみたいだけど、スタメンではない。見た目がダメだな、まず。バーン。そんなこと言ってると落とされた。かっこよさで選ぶね、見た目はもう。こっちは。ヤンファンとか超かっこいいじゃない、あれ。金の鎧つけて。いかにも三国志っぽくて、あれ。あと、レオニード。レオニードかっこいいよな、あれ。完全にマリス・ミゼルとかラレーヌだよな、あれ。レオニードはあれだな、なんかあのマリス・ミゼルのなんだろうな、勇気みたいな感じかな。イメージ的に。到着。この間お礼も言わないでごめんなさい。逃がしてくれてありがとう。仲間にする。よろしくね。妖精。来た、スペキュレーション。トゥームか。技に王冠ついてんじゃん。そうだな、ロビン総竜術を覚えてるから王冠つかないんか。しかも器用さもそこそこあるな、素早さも高いし。でも、だけどもだけど、妖精は使わない。どこ行こう。スペキュレーションも取ったし、どう行こうかな、次は。あれ、完全に迷ったな、また。あー、着いた着いた。
果実要塞も出したし、どこ行く、次どこ行く、やっぱ、ね、ネズミ、いや違う、先に動物捕まえよう。まさか、まさか一発で何？たどり着くとは思わなかったよ、果実要塞。これは想定してなかった。次リブロフ出そう、ちょっと。リブロフを出して、砂漠に行けるようにしなきゃ。リブロフ。ラザイエフ家、このラザイエフ家っていうのが知っての通り、あのタチアナの実家ね。何種の王宮のあったところに新王宮だそうですけど、まあその高さで行った俺も、ここの新王京都の、なんだろう、塔も行かなきゃダメなんか。誰だっけ、あのブラックの敵になるやつ、マクシムスか、あいつを追うために。ハリード様、お久しぶりだな、元気にしているか。はい。それよりハリード様、ファティーマ様が生きているという噂をご存知ですか。姫が生きている。噂ではファティーマ様が正午の都にいるというのです。ハリード様は正午の都の場所をご存知のはず。もしも噂が本当なら、あそこは生きている者の行くところではない、ただの噂だ。アクバー峠を越えるとナジュ砂漠、うん、よし。で、武器開発と、で武器2人、防具3人が一番効率いいからな。新王の塔だ、次行くか。じゃあ
ードってまだだっけ。トレードができるようになるのってアビスゲート落としてからだっけ。砂漠を東へ行くと乾いたタイガ、流されるともう戻ってこられなくなるわ。ショーの都が出た、うん、あとこれスタンレーってどうやって出すんだっけ。まあ、やスタンレーファルスとスタンレーは次回にしよう。どうせまだまだやることはいっぱいある。始まった。おい、始まったぞ。今この町は殺人事件の話で持ちきりです。あれもなんかもっと血だらけだった気がするんだけどな、これ。全くひどい事件だ。何か情報があったら私に教えてくれ。何か情報は。今この町は殺人事件の話で持ちきりです。まあ、これも後回しだ。3.12 だと小さな村。そうだそうだ、ここに最終皇帝がいるんだよ。小さな村にロマサガ 3.12 は。でこの小さな村をどんどん復興させていくイベントがあるんだけど、敵からアイテムをパクってきて、で復興していくとここに婦人衆が現れるんだよ。婦人衆が小さな村を潰そうと、でルーブ産地が出ると、うん、もしじゃあネズミやるか。町のそばに住み着いた怪物に生贄を捧げねばならんのです。町を守るためとはいえ、あなた方怪物を退治していただけませんか。俺は十分にさせていただきます。任せろ。この穴の中です。どうかお願いします。おい、何をするんだ。怪物を倒していたら開けてやるよ。最初から俺を生贄にするつもりだったな。何か言ったかい。よく聞こえんな。町のためだ、頑張ってくれ。おい、これ開けろ。くそ、開かない。
っそ超長命。っていうかアイテムの光用になってるんだな、これ取れるアイテム。なんたるゆとり仕様。ビシットレザーか。画面が綺麗になった分、なんかどこ行きゃいいか分かりづらくなってるな。結構動くな、ネズミ。しかもめっちゃ多いぞ、ネズミ。こんな多かったっけ？わらわらいるな。渋谷やが、ここ。大逆だ。渋谷から大逆だ。これじゃダメだ。本当にネズミに食べられてしまうぞ。なんとかしてここから出ないと。それさ、なんだろうな、うちボロだからさ、かなりボロだからさ、もうボンボロだからネズミの一匹ぐらい出てくる。そりゃ穴開いてるし。渋谷はひどいぞ、あれ。動画見たけど、何、コンビニとか普通に走ってるんでしょ、あれ。ちょっといけないな、今。
霧馬ライムなんとか極意覚えさせたいな、これ。誰かそこにいるの？生きてるの？あ、生きてるぞ。ちょっと待ってね、今開けるから。ありがとう、助かったぞ。君は？ニーナと言います。無事でよかった。どうして助けてくれたんだ？私の大好きな人は冒険者になるんだと言って旅に出たんです。彼のことを考えると、いくら町のためでも冒険者の方たちを犠牲にするなんて私には。君に思われてる男は幸せだ。その男の名はポールと言うんです。ポール？え、ポールをご存知なんですか？どこで彼に、元気でしたか？何をしてましたか？ああ、元気だったぞ。ふるさとのギドラントに帰ると言っていた。本当ですか？ポールが帰ってくる。ありがとうございます。ああ、あなた方をお助けして本当によかった。さよなら、お元気で。ポールはアビスゲート1個としたら帰ってくるの。野党の巣窟から。蝶々見に行くか。かわいそうだが、ニーナに生贄になってもらった。嘘だな、蝶々。ちで、動物を捕まえよう。じゃあ、まずは教授だ。教授の歌を聴かなければ。あら、いらっしゃい。お客様なんて珍しいよね。ここが誰の館かご存知？教授の館よ。教授。そう、人は教授と呼ぶ。教授の茶番劇を見よう。目が回るほど素晴らしいのよ。え、その人はどこに？今あなたの瞳の中にいるわ。そう、私が教授よ。そう、私は天才。私は万歳。私は3、いえ、私は20歳。帰ろう。お待ちになって。私は頭がいいだけじゃありませんのよ。最高の美しさ、完全なプロポーションも備えております。こんなナイスバディが美女を一人にしていくつもり？あら、またいらっしゃった。まあ、アルジャーノンに会ったので、ひどい目に遭わされたでしょ。退治する方法はないのか？これを使うといいわ。猫いらず、こんなものが役に立つのか？あら、当然でしょ。相手はネズミよ。この天才の言うことだから間違いないわよ。あれ？教授のペットどうなったんだっけ？やってないよ。あれ、どうやったら教授のペット出るんだっけ？そう、うまいこと、うまいこと、なんだろう、当選もしてるな、こいつ。タチアナ、しかも加速してやがった、あいつ。あれ、教授のペットってもう終わったんだっけ？
ちょっと待って、これなんかなんかあるんだっけ。なんかあるね。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。ちょっと5分ほど待たれよ。
お待たせ。なあ、教授のペット終わってるわ。そうだ、これアルジャーノの開始前にやらなきゃダメなんだ、教授のペットは。まあいいや、でももうお金儲けはもう、なんだろう、教授のペットしなくてもお金儲けはもう指輪転がしでいけるから、もうしょうがない、アルジャーノ倒しに行こう。ゴイラスも持った、行こう。ソフィア、そろそろ一人ずつ傷薬持たしとくか。ここまでよく傷薬使わずきたな。まあ余裕か、全然いけるか、余裕で。薬使うぐらいなら高級傷薬の方がいいもんだろ、マサダは。さあ、ニーナをどうした？貴様らがさっきからかじってるのは、まさか。さあ渋谷、決戦渋谷。多分聞いたかな、右上か。これ一周過ぎてなんかすごい見にくい、見にくいな、なんかある。左下か。取ってない、僕取るか。じゃあ2ドライバーもいいけど、僕狙いとかちょっといいなって。うわ、ロビン、うわ、耐えれなかったか。ニーナ、すまん、俺たちのために君が犠牲になるなんて。うるさいぞ、ほっといてくれ。ててん、ニーナ、てっきりネズミにかじられたと。どこもかじられてません。この穴に入れられるとき、懐に骨付き肉を隠していて、それを投げつけてきたんです。ニーナ、君ってよかった。ハリードさん、本当にありがとう。もう少し遅かったらきっと私今頃ネズミの餌になっていたわ。それにこれでもう生贄を捧げる必要もない。それじゃ帰ろう。よし、蝶々、とどめを刺そう、蝶々に。
これスーパーファミコン版では私が町長ですで終わってたみたいだけど、終わってたけどね、これなんか違うみたいですね。私が町長です。報酬をよこせ、一発殴らせろ。要はない、一発殴るか。ひーひー、私が町長です。これ逃げるんだ。一発殴らせろだと。ちょっと報酬をよこせ。なんで彼が欲しいのか。俺くれてやる。私が町長です。ふっ、うわあこいつ。ちょっとランクアップした。ふっ。なんだろう。なんだろうこのムカつき具合は。迷い。もらえるもんさえもらえればもうそれでよい。じゃもう一個イベント進めとくか。何しよう。今日やったのはグレートフェイクショーと教授の、違う、グレートフェイクショー、ゴンさん救出、グレートフェイクショー、猫いらずじゃない、ネズミ。もう一個なんかやっていきたいな。あれやろう、パルスとスタンレーの戦争しよう。スタンレーどうやって出すんだっけ。パルスの道具屋で行ける？行けるんだ。あーここの2階にいるんだ。へえ。この人か。スタンレーにいる兄が心配です。スタンレーはずっと西の方にあります。そうだそうだ、そんなんだったな。じゃあちょっとパルスに勝とうじゃないか。まあ火力と追撃だろうなこれ。もうまだいいか。すごいベタな勝ち方するよ俺ちょっと今回。
すげえ遊んでるな敵も。前列交代したら全軍突撃するか。こうなったらわっやばいやばいやばい。後列突撃か。いけいけいけ、押せ押せ、よーし。指揮官戦闘不能、クラックスがやられました。指揮官を失った兵隊の行動を全軍突撃。これで全軍防御だよ。相手のモラルが減ったら全軍突撃。いけいけ、パパー、いけいけ。モラルが下がったら統率回復強、いけ、パパー、パパー。戦況報告、生き残り1200、敵陣突破400。あー、押せ押せ、押し込め。待て待て待て、そのままいけいけ、押し込め。やったー、パパー。生き残り勝負。嘘だろマジで。ちょっと待てよ、生き残り勝負て。こんな難しかった？これも相手が入れ替わったらもうすぐ、なんだろう、後列突撃がいいなこれ。入れ替わったから後列突撃、押せ押せ。無念なり。全軍と撃するから全軍防御。んで統率回復強で回復して全身攻撃。ダメか。
全軍突撃、行け行け行け。戦況報告、生き残り1400、敵陣突破800。これ押し込めば勝てるだろう、もうこれ。押せ押せ、押し込め。よーし、敵軍全滅。これ2000オーラムじゃなかったっけ、前は違ったっけ。アーメンティウムの方が強いな、パルチザン作ったけど。もう一個やっときたいな、なんか。これ捨てたら入るんだっけ、確か。やりづらいこれ。なんかしようじゃあ最後何やるつもりだったんだっけ。何のイベントがあったっけ。あとも基本的なことってやったっけ。なんかもうあと、そうだ、トレード。トレードはちょっと今日はやめとこう。ビビアコロナしてもやるか。まだもらわなきゃダメなんだ。そうだそうだ。ここで指輪もらわなきゃダメなんだ。ここは 3.12 だとここの人がレッドになってるよ。アルカイザーになる。あれ？違う、ランスだ。フィドラーじゃないわ。
ここか、ここだ。西洋家だ。そうだ、この人にもらわなきゃ。ようこそ乱世西洋の町へ。私は西洋家の源頭主です。魔王殿の地下の扉まで行ったのですか。では指輪が必要なのですね。この指輪が扉を開く鍵になっています。なんとかアビスゲートを閉じてください。幸運を。がっつり売るか。じゃあどうするんだっけ。ここじゃなかったっけ。武器屋の方か。ここだ、こっちだ。これでいいんだっけ。ここだよな。王家の家でしょ。あ、だから2500なってるか。これで次上の道具屋に行って指輪を買って、あれ、ここじゃなかったっけ。あれどうすんだっけ。あ、そうだ、これでいいんだ。こうだこうだ。もう全然 UI とかも変わってると全然やり方もなんかやりづらいな。もう買いづらい。これ意味ないんだっけ。確かこれは何個買っても1個になるんだっけ。めっちゃくちゃやりにくいなこれ。もうだから上を押してなんか次の画面に変わるのやめようよ本当に。でもあと何のイベントがあったっけな。よし、結構めんどくさいなこれ。めっちゃ作業じゃんこれ。
よくこんなんやってたな、昔。これでもなんだろう、この指輪転がしってさ、バグなのかな、ただの。バグ技なのかな、これ。今これいくらあるんだっけ。とりあえず今日この辺にしとこうか。また次回ちょっと指輪転がしよう。おや、もう1万1000オーラムほど溜まってますね。ではこのカードを持っていってください。で、今いくらだ。確認できないんだっけ。とりあえずちょっと整えよう、装備を。これじゃちょっと心もとない、みんな。高級キズリスリも10個ぐらい買っておいて、騎士の盾もちょっと2つほど買っておいて、騎士の鎧も2つほど買っておく。完璧だ。あー、そうだ、三日月と渡しちゃったんだ。アルシオン作ってるんだな、今。上がるね。よし、これでいこう。減った分だけ指輪転がしておこう。じゃあよし、これでいいな。
今日はここまでにしよう。ちょっと統括入れるか、入れよう今日どこまでやったか。ここで終わろう。じゃあいや、ピドナに行っとこう。ピドナで終わろう。これで終わろう。じゃあ今日やったところは、知り合いやかんね。あ、これだ。ピドナ。まあいいか、ここはいいか。魔王殿からの脱出。これ読むのめんどくさいな、これ結構。もういいか、読まなくて。とりあえず、ゴンさん救出。ゴンさんを魔王殿から救出して、救出した後、なんだっけ。フェイクショーを見て、果実要塞と、妖精の村を見つけて、妖精を仲間にしたと。で、ヴァンガードで殺人事件が起きて、リア充殺人事件が起きて、渋谷のネズミ退治、渋谷のネズミ退治をした後、スタンレー、そう、スタンレーで、パルスに勝つ。で、最後に指輪を転がした。じゃあここまでだ。進んだのか、全然進んでないな、まだ。でも3時間ちょっと遊んでるもんな。あんまり進んでないな、本当に。よし、じゃあ次はまた明日続きをしよう。明日かな、わかんないけど、多分明日。よし、じゃあ終わろう終わろう終わろう。お疲れ様でした。じゃあまたよろしくお願いします。お疲れ。